皆さんこんにちは、エリコネイルの黒崎エリコです。今日はプロラボさんがプロラボカフェをオープンしました。1月1日オープンしたんですけど、まだ出来たてほやほやのカフェの方にお邪魔しています。どんな内容があるか、インナービューティーに特化されていると思うので、どんなスイーツを食べれるのか楽しみです。では行ってみましょう。すごい、プロラボの商品がもう全ラインナップを置いてるんだろうでした。私が愛用しているトリプルカッターはスティングをした後に食べる見えるとかもあったり、このカフェでもファスティングの前後の食事とかもできるみたいで、すごいそういうのになんかこう気持ちが、ご飯食べてないけどみたいなところから、こんな華やかなところでできたらすごいいいですよね。多分こうやってカウンセラーの方からファスティングとかいろんな相談も受けてくださると思いますので、予約制なのかな、ちょっと調べてみますけど、あとこれもいいよね、水素、飲んだ次の日むくみが取れます。これはケイ素、肌とか髪とか爪とかにもいいケイ素なので、コーヒーとかに入れて飲んでます。あとエミエミエミエシーン、新しくヘアオイルとか、あとこのボディケア のソープとかも出たりとか、あとフェムクリアから始まってセラムとウォッシュも発売されて、ね、フェムケアに興味がある方はいいと思います。プロラボといえばハーブティー、ここからスタートみたいな、私も本当何年も前に展示会でこのパッケージを見た時にすごい衝撃で、からスタートして、これもすごい美味しい、これリナフレーツ、私このイチジク大好きなんですけど、砂糖とかも添加されてないからすごいいいです。これこのクッキーもすっごい美味しいんですよ。うちの娘がめちゃくちゃ毎日朝食べてるチョコレートのクリーム、これも見てくださいよ、オーガニックでロージーアイで、有機のヘーゼルナッツで、変な砂糖とかも入ってないチョコレートだから、罪悪感なく食べれるっていう、そんな感じかな。楽しみに、ちょっとカフェの方行ってみましょう。ネステプロラボで人気のオラプスというベリーの効いた、こちらの酵素ドリンクをお入れしたもの、中の氷にはパスクローター、こちらのお水でお作りしました。で中にブルーベリー、ラズベリー、ミントを入れた可愛いものになっております。右手側に竹の氷を用意しておりまして、こちらもネステプロラボのオリジナルのロゴ入りになっておりますので、お使いいただいて、もしよろしければ下の袋でお持ち帰りください。嬉しい、ありがとうございます。すごいこだわり、ちょっとこれ開けてみますね。本当だ、竹ね、竹見えるかな、髪のはしなってなっちゃって、私あんま得意じゃないんですけど、竹だったらしなってならなくてずっと使えるじゃん。今日ちょうど会長もいらっしゃったので、ようこそ、ありがとうございます。今日はですね、170種類以上の食材でですね、本当に健康的なプレート、インナービューティープレートっていうのが、本当にこだわった、食材の料理なので、それをですね、まずお召し上がりいただいて、その後に黒いですね、デトックスのパフェが、チャコールパフェが出ますので、こちらも白砂糖と一切使ってなくて、悪い油も使ってないですし、グルテンフリー、それでリテビーガン対応のですね、そういうパフェって世の中になかなかないと思うので、こちらもぜひお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。楽しみいただけます。すごい、ありがとうございます。すごい豪華、
ご一緒にこちらですね、少し温まっております。なんかかわいい。こちらもですね、乳製品を使わない国産のアサリでお作りした豆乳のクラムチャウダーでございます。豆乳とクラムチャウダー。じゃあすごい豪華なプレートが来ました。インナービューティーの12のポリシーみたいなのがあって、白砂糖を使わないとか、あと人工甘味料を使ってないとか、とにかくすごいこだわりの具材と料理法なので、これまたちょっとね貼っときますけど、とにかくお腹空いたのでいただいてみたいと思います。酵素ジュース、ちょっとお腹空きすぎて飲んじゃったんですけど、見てほしいんだから、これ見てください。ほら、氷に葉っぱ、ハーブかな、丸い氷に葉っぱがいたりして、めっちゃおしゃれになってる。食べましたらどうですか？うん紙とは運命の差です。もうすぐなくなっちゃう。すごいクラムの味がする。ではいただいてみたいと思います。うん、うん、おいしい。うん、すごい。私お誕生日だったんですけど、暴飲暴食をしたので、めちゃくちゃ体が洗われる感じがする。チャコールクレンズの炭のえのき、うん、うん、あ、おいしい。私すごいジャンキーなものも大好きなんですけど、普段家で白砂糖とか防水甘味料とか、お塩も天然だったりとか、結構調味料は気を使ってやってるから、なんか外に行って結構そのアミノ酸っぽい味っていうのもよくわかるんですけど、全然しないし、すごい多分体に楽。もう絶対今日これだけで済ますよ。なんかこんな体にいいもの食べてたらさ、体もデトックスされて痩せるよね。大聖子さんも言ってました、食べるもの変えたら食べるから。うん、そうでした。絶対絶対ちゃう、いいね。よく優しいお味とか言うと思うんですけど、優しいお味ってなんか味薄いみたいなイメージだと思うんですけど、なんかね、体にいいのは確実なんだけど、ちゃんと味もあって楽しめる食事だと思います。私マヨネーズが苦手なんです。いろいろ克服してきたんですけど、マヨネーズはまだダメで、プロレボが出しているマヨネーズは食べられます。うん、菜の花美味しい今の季節だわ。見て、めっちゃ大きいの入ってた、ほら。これカレーで、上に乳製品使ってないチーズが乗ってるみたいです。でこれがワッフルみたいな、おいしそう。うん、おいしい。すごいおいしい、この氷まで。こちらからお食事された後、ちょっとお世話やっちゃったなっていう時は、ぜひこちらのカフェを召し上がってみてください。やっちゃった後に、はい、おすすめです。カフェを食べられる。そうです、もうしっかり排出するのを助けてくれますので、はい、いや、ちょっと泣きます。ありがとうございます。
ではいただいてみたいと思います。グレー、うーん、あ、めちゃくちゃ食べやすい、うん、おいしい。生クリームが得意じゃなくて、あと甘いのもあんま食べないんですよ。だけど甘酒とココナッツのアイスが中にいるんですけど、めちゃくちゃ美味しい。あ、うん、うん、なんかプルンとしたのが出てきた。あ、わらび餅、すごい、見て、うん、すごい美味しくないですか。これ美味しい。これはスイーツが得意じゃない人も多分食べられると思う。だって私そうなの、うん、これのクレープとか作ってほしい。絶対欲しいと思わない？提案提案。炭の、あのクレープの側でこれがある、うん、ビジュアルやばそうですね。なんかこれも美味しそう。あ、何これ美味しい。これさ、ご飯食べた後にさ、がっつり食べれるなんてすごい嬉しいよね。でも本当に下端の並びの通りなので、ショッピング終わった時とか、え、全然寄って帰りたい感じだと思う。クリラブの商品はフルーンラインナップで買えるのがいいですね、うん。あのこういう直営店が、あの青山とか六本木とか銀座とかにもあるんですけど、新宿が一番広いんじゃないかな。最後の一口、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったですし、罪悪感がない食べ物を食べるとか、体にいいものを食べるっていう時って、結構味が本当に薄かったりとか、あの物足りない感とか、甘くない、なんかそういうのがすごいあると思うんですけど、本当にさっきのお食事もそうですし、このパフェもちゃんと味があって、で変な甘さじゃない、ちゃんとしたでも甘さもあって、本当に結構完璧だと思います。うん、他にもね、あのいちごのパフェだったりとか、多分季節でも変わるのかしら、これからね、いろいろメニューがあるので、ホームページの方を概要欄に貼っとくので、ぜひぜひあのチェックしてみてもらいたいんですけど、ずっと我慢してあのダイエットするとか規制続けると、絶対に爆発しちゃったので、私は一生続けられることをしてあの行きたいなっていうのがすごく前提にあるので、なんかこういっぱい食べたいなとか、食べちゃうなとか思った時に、こういうカフェに来てちょっとリセットしたりとかするのにもすっごいいいんじゃないかなって思いました。またちょっと違うメニューを食べにまた次来てみたいと思います。いや、本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。この動画を気に入ってくださった方は高評価と、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。こんな感じです。すごい素敵です。でこっちが入り口、入ってきた方、奥行きがすごいありますよね。こんな感じで素敵な雰囲気も楽しめるカフェになってます。